ういっす、今日はモンハンやっていこうかなと思います。新しく出てきた強化個体のクシャルダウラを今回はね倒していこうかなと思うんですが、今回その装備でね、ちょっと装備をね紹介します。紹介するっつっても前に紹介したんですけど、このね、竜気活性鬼火まとい支柱に勝つっていうこの組み合わせの私が出してる動画が未だにねちょいちょいと他の人に見られてるかちょくちょく見られてるので、まあこれね今回は使っていこうかなと思います。まずはぶっ飛んでいきましょう。ここなんかどうなんだろう、私あんまりねモンハンレズの動画を他の人の見ないんだけど、結構おすすめとか見ててもあんまりこの竜気活性と鬼火まといの組み合わせっていうのをやってる人を今のところ私は見てない。まあ調べたら出るかもしんないけど、でまあその時の動画でも言ってるんだけど、この支柱に勝つっていうスキル、ああそうね、このクシャルダウロを、強化個体ね、他の人の動画でちょろっと見たんですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。これ見てこのサイズ感えぐないですか。いやーもう勝ったらイメージだけど、やっぱあーべし、ちょっと待って、割と食らうね。やっぱでかいとね、何でもかんでもちょっと強いイメージついちゃうよね。でも世の中にはね、フルフルとかヤンクックとかがちっちゃいサイズで出てくるみたいなクエストも昔はあったんですよね。まあセカンド G なんですけど、そういうパターンのね、なんだろう、クエストも出てきてほしいなと思いますけども。あ、でさっきの話で、よいしょ、いや全然違った来るんかと思って、待って、やべ、久々に戦ったらクシャル強すぎる。そう、私が言いたいのはね、これ支柱に勝つっていうのが状態異常の時に攻撃力上がるんですよね。その特性をたくさん使いたいと。この竜気活性が発動するのは体力が 80% 以下になった時なんですから。だから毎回のように発動するわけじゃないんですよね。まあ今発動してますけど、ふやー、危な。だから毎回のように発動させたい場合はこの鬼火まといもつけておくことによって、どのタイミングでも発動させることができるよと。ちょっと相手がブチ切れたらなるんかな、ちょっと発動条件忘れちゃったけど、鬼火まといもつけておいて支柱に勝つの発動条件を常に満たされるようなスキルになっておりますね。最近ね、私スマホゲームのモンスターハンターライダーズっていうのをやり始めたんですよ。なんでかっていうと、確か8月24からかな、なんかバルファルクが手に入るっていうのを情報リークいたしまして。いや、バルファルクめっちゃ欲しいと思って始めたね。でね、モンスターハンターライダーズ自体はリリースされた時にちょっとだけやったね。本当にちょっとだけ。でもやっぱ実装された瞬間ってあんまり、なんだろう、キャラが揃ってないとか、その、体制があんまり整ってないというか、やばい、そういうのもあったから、すぐやめちゃったんだけど、まあ、バルファルクが来るなら話は別だよね。まあ、わかんない。前も出とったんかもしんないけど、だから、私はバルファルクを手に入れるためだけに、モンスターハンターライダーズを始めました。まあ、それでね、まあ、やってみて、面白そうだなと思ったら、その後もずっと続けていこうかなとは思う。それにモンスターハンターストーリーズみたいな感じで、なんだろう、ライダーのスマホゲームみたいな感じなので、割とそんな、なんだろう、とっつきやすかった。今ちょうどやってたからっていうのもあるから。まあでもやってるとさ、やっぱ最初だからすごい手に入るのよね、石とか。そのガチャするためのやつとかね。でもね、やっぱスマホ昔ガチ勢だったから、やっぱそういうの見るとすぐに何でもかんでもガチャ回そうとかあんまり思わないんだよね。やっぱバルファルクのために全て取っとくみたいな。あとやっぱ、あ、ティガリクス。やっぱね、あと課金っていうのがやっぱ大きな山場になるじゃないですか。課金も、いや、できれば私やりたくないなぁとは思ってるんですよね。その課金をするしないの境界線って結構大事で、
一回でも課金をね、してしまうと、何しているティガレックス、オッケーナイス。一回でもしちゃうと、もう、後には戻れないのよ。課金の沼にはまってしまうんだよね。だからできるだけ無課金でやりたいなとは思うけど、まあそれはね、あれですよ。あのやっぱ、視聴者の皆様がね、たくさん見てくださるようになれば、課金してでもね、動画を出そうかな、とは思う。ガチャ動画とか。まあそれに今のところモンスターハンターライダーズやってて、まあ結構いいゲームだなーってちょっと思ってて、オート周回とかできて、あの、難しい操作とか一切ないから、なんかすぐ案件みたいになってるな。だから、それにね、モンスターハンターライダーズも、運営さんが結構力入れてるっていうのも前々から知ってたんで、だから、わっ強い。強いけど、やっぱぼ、やべ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 、ぽいぽいぽい。助けてよ、お供そこに、助けて助けてよ。ええお前らをクビにするぞ。まあ、あとせっかくなんでね、もしね、視聴者の方にモンスターハンターライダーズをやっている方がもしいれば、どういう、おいおいおいお前、何お前スフィンクスみたいな格好してんだ。めちゃくちゃくつるいどるやんけ。すごい。ちょっと映像に収めておこう。サムネサムネ。めちゃくちゃくつろいでいるクシャルダオラみたいな。あ、立ち上がった。気づいた。いや、気づくの遅えよ。モンスターハンターライダーズをやっている方で、このキャラ強いよっていうのがね、もしあればね、教えてください。はい。お、仕掛けてきますね。あ、こいつら仮面しよう。来い来い来い。こいつらどうせ邪魔してくるんだっけね。来い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 。カモンカモン。なんか、肉壁になったね、今完全に。いいよ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 。ノン今避けれてないね。はい、もう一回来るね。あ、もう一回来るね。オッケー、分かってるよ。逃しませんよ。よーしよ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 し。何分？あ、まあ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 、普通通りだったね。ただ、やっぱ、まあ、久々に倒したからっていうのもあるかもしれないけど、ちょっと攻撃力は高かったような気がする。いやー、久々にやるけど、やっぱモンハンって楽しいね。まあ、そのクシャール、オオナズチと来て、最後はテオテスカトルという流れですよね。いや、テオテスカトルの強化個体ってなったら、なかなかこういう風にはならないんじゃないですか。誰ですか？ティガレックスかな？アリオレイヤか。いやー、どうもどうも。いや、モンスターハンターライダーズやってるけどさ、やっぱり、こういう、見た目ちょっといかついみたいなモンスターも、おともんになっちゃうと、割とね、可愛く見えちゃうんだよね。だからね、ちょっとまあ、これから、何歩かね、やっていこうとは思うんですけど、ちょっと楽しみですね、これからが。はい、というわけで今日の動画はこれで終わろうかなと思います。うん、それじゃ、バイバーイ。